はいどうもパスカルでございます。まあ今回なんですけども、今回はギルガメッシュ使っていきたいなと思います。で、私やっとね今日からシーズン潜り始めるのではい、でやっていくデッキはですね、引き連刃桃鍋ダブストでやっていこうかなと思います。まあ序盤なんでね、まあ何でもいいやって感じで、まあ、適当にギルガメッシュを選択しました。まあまあまあ序盤だからね、そんな深く考えずにね、まあ軽い気持ちでやっていきたいなと思います。ああ頑張れ。いやー後ろにエミリアちゃんいるのだるいですね。タダオミ君は大丈夫かな。おお、そんなガツガツいく。そりゃそうだよそりゃそうだよ、ワンパンされちゃってる。デキリクスなんだろうね。さあ来てるよ、ちょっと怖いね。刃打っといて、うわーディーバか、イエガーとかだったらよかったんだけど、着地桃鍋は間に合わない。マジか。いやナイス、それやれんべ。オッケーオッケーオッケー。とりあえずまあまあこっち取ってんのはいいんだけど、ただその場合だとねギルガメッシュの通常攻撃はちょっと弱くなっちゃうので、まあ取れてるならいいんだけどさ。さてタダオミがいるが、ただタダオミ狙ってもね結局エミリアに回復されちゃうので、できたらエミリアが通常入れたいんだけど、ちょっとタダオミにタゲ取られちゃうな。いや俺じゃないんかい。ヒレンで引いてエミリアにダメージ与えて、ナイスかのね、それすごい読んでたのかな、山口で。いやーそこで HS 入ってくれたの嬉しいですね。まあこれはモモン刃でいきましょう。うわー3000、え7000、7000ん7000、モモン刃で7000も入る。なんか対話かなんか重複してたのかな。えいやそれはないな。マジ、え今7000入ってたよね間違いなく。すごいな。じゃああの3000は何だったんだ。あナイス、これ刃でいきますね。オッケー、刃最強くらえ。通常だ、いけいけあ倒せ。でも残り35秒か。おおなんかめっちゃオラオラやなちょごめん、いけいけって言ったけど、ちょっと待って、ちょっとそれはね話違ってくる。そこエーステリアやれるとちょっとしんどいんだが、え下手したらこれ負けるくない。うわー危ない、フルーク合わせてオッケー、よかった読みカノーネされなくて。でモモンで逃げて絶対カノーネ来る。あーしこれさえ避けちゃえばオッケー。で後ろからレイヤー来てる、避けて、これはもうやけくそ刃打っといて、でまだフルーク上がってない。ほらなんで味方スプタンなんでスプタン、ほらなんであっちスプリンターアタッカーガンナーなん、マジでちょっとこういうのよなマジで、なんかどうにかしてほしいよマジで。なんでね自分の時だけスプタンで相手の時はなんかめちゃめちゃガチなんまあ頑張るか。こっち味方スプタンなんでね取ってなきゃいけないんだけど、ただ取ってるとね、まあ、さっきも言ったけど通常攻撃弱くなっちゃうからな。いや取っちゃっていいか、これ空襲来るか。そうだよねやられるよね。ああよかった空襲来なかった。あれ絶対ヒールアクション構えるんよな。後ろから行くか、通常与えて勝った。食券何出してくんだろう。お刃でやれました、ナイスワーキンヤン素晴らしい。これはいけんべ、レオンね、これ引き連で引いて、おーカウンターか、なるほどナイス族いいね。それ後ろ取ってもらってよくて、ジョーカー溜まってないのでかいな。ジョーカーすごいオラオラだな、溜めちゃえばいいのに。モモン刃、なんもなかった、終わったこれ、やばいヒーローアクション痛い。いやーおーフルーク避けた、ナイスあナイスオッケー奇跡のフルーク避け。ヒールアクションじゃね、あの桃鍋消せないんでね、一時的なあの効果を消せるけど、
これ詰めちゃうか、もうここまで来たら。楽にしてあげようじゃないか。あーナイス。味方強いね。よかったよかった、スプタンだったけど大丈夫でした。おお、クマステリアね。あーまあ、うわ強いな。いやリバイソンベル君か。いやでもね、まあ今 S2 なんですけど、意外とねまだ始まったばっかなんで、この辺にね結構ハイステック来るんよな。いや全然来る。いや今ね自分240なんであれなんですけど、240とまではいかなくとも200以上はありそうなんだよな。ナイス。リヴァイが前転張った。それ突撃してこないでしょ。え、突撃してくんの、マジ。通常与えてリーバ張りました、前転もありました。ごめんなさい、極限がありません。やばい。でこっち来るから、はい、やいばー、オーケー、脳死で飛んじゃ、ノンノンノン。ミミミ、緑ミミミか。うわこの人、いや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 、高級そうやな、マジか。コラボに入れてる人かな。200以上は全然ありそう。普通に痛かった今。さてとリヴァイが来てるが、しかし、引き連持ってんの。うわ当たってないの、奇跡。引き連前転か。お、引き連前転ゆららね、それやばいな。結構相手高級だな。ナイスクレールだ、素晴らしい。それ、やばいやばい、セリア、お、今のはちょっとダメですね。マジか、今ブレドラ食らってなかったよね。今何かしましたかっていうレベルで、ラグかったんかな。いやしゃあないね。こっち来るから刃合わせて、食らってない、もうもう HS 切ってくれた、はあはあはあ、あ、ちょっと待って、やばい、待って、クマ戻れる、待って、クマ C 守ってんの、あ戻ってほしい、待って、ステリア打って、ステリア、オッケーオッケーオッケー、ゲイボルク打って、そうだよね、クマ凍ってます、でも大丈夫か。いやいける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 、あ全然いけるわ、あ全然いける、あ全然いけるわ、よかった。ちょっと焦ったね、事故ったかと思ったけど、あそれ取ってもらって、あよかったよかった、マジで、あ終わったんじゃねと思ったけど、さ あレオン飛んできそう、飛んでくるよね、ここは刃割って、はい最強レオン、極ブレかな、あそのデッキ普通に高級ですね。あクソしました、やばい、引き連連切りできなかった、あーうち、あ生きた、あ死んだ。オッケー味方じゃん、ナイス、よかったよかった、無事勝ちました。いやーなんかね、動画に載せてないんですけど、負けた試合があるんですけど、土着層に煽られましたね。なんかさ、いや自分7キルしてるんですけど、いやアングリブソル、無凸アングリブソルに煽られてもな。だってめちゃくちゃやられるんだよな、それってカバーしようがないんだよな、そのやられまくっちゃうと。誰か助けてって言われてもね、そんなね煽られてもしょうがないんだよな。そこは俺でもちょっとね、まあ相手が全員ねめちゃくちゃデッキで低かったらあれだけど、普通にね意外とね200近くの人 いるからね、それはしょうがないんだよな。くそ許せん、アングリフソル。煽ってきやがって。まあまあ序盤なんでね、そんなめちゃくちゃ土着さに怒るってわけじゃないんですけど、まあね、もうちょい優しくなれんかなと思うんですけどね。
平和に行こうぜ。そんな序盤なんだからさ、まあ、勝てないならね、戦わずにね、なんとか俺の方まで持ってきてほしいんだよな、やられずに。そんなことができたら苦労しねえよっていやーやばいね、前手張って刃、オッケー、ナイスー。ショックウェーブ支流か、ショックウェーブ支流ディーバね、なるほど。いや、ノラマルコスいるな、使ってる人いるわ。動画でノラマルコス微妙かなって言ったんだけどな使ってる方はいらっしゃる。あー、これはちょっと捨て棒やな、さすがに削れ方がおかしい。お、いや、マジか、合わせられてない。待って、ここで死ぬのはやばいから乖離剣打っといて、え、ジャンヌ溜まってるなら正直打ってほしいけど、溜まってんのかな、まだ溜まってないか、さすがに。うわ、怖いね、刃。あー、ちょっとタゲ違ったけど、まあ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 、ロックマンショック、痛い、ちょっと痛い、怖っ。合わせて、よかったよかった。俺の支流は食らってない、俺の支流じゃないけど相手の支流は食らってない、ラッキーすぎる。あー、溜まってんの、ナイス。はいはい、通常通常。あー、これはかわいそう。あー、すまない。プログラムアドバンス打ってる、それ怖いなマジで。いや、さすがにプログラム、うわー怖っめっちゃ怖い、飛んでくるんだかは勝ちで。え、ちょっと待って、え、それやばすぎる。あー